も爽やかな衣装で気に入ったぞ。沖縄の海にもぴったりだと思わない？でも勢いはまだ自分たちにあるもんね。よーし、カナ、マニコ、ハムゾー、全員で一気に押し切るぞ。沖縄の海なら自分たちは最強だからね。これで勝負を終わらせてあげる。みんな手加減しないでいくぞ。沖縄の海が大好きなんだ。キラキラしててあったかくて最高の思い出になったぞ。ありがとう。プロデューサー、でもずっとこのままでいるわけにもいかないし、逃げるときにきっと見られちゃったよね。そのせっかくだから衣装に合わせて変えてみたんだ。ねえ、変じゃない？本当？本当にそう思ってる？プロデューサー。あのね、自分が小さい頃に母さんがこの髪型にしてくれたことがあったんだ。家族や島のみんなが似合ってるって喜んでくれてね。この衣装を着たらなんか思い出しちゃった。とっても可愛い衣装だから、自分も負けないように可愛くしないとって思って。へへん、それなら大得意だぞ。今までよりすっごいステージ見せてあげるね。完璧の完璧に仕上げてみせるから、期待しててね、プロデューサー。撮影楽しかったな。お、プロデューサー。なんとなく散歩してから着替えようかなって。それよりプロデューサーはこんなとこで何してるの？
って何が？撮影も順調に終わったし、全然へっちゃらだぞ。それは沖縄での仕事が楽しかったからちょっとだけ寂しくなっちゃった。だって明日にはシアターに帰らなきゃいけないでしょ。でも同じ海でもやっぱり沖縄の海は特別さ。自分が育った場所だからね。海の色も潮の香りもなんかただいまって感じがするんだ。謝らないでよプロデューサー。仕事できてるんだから当然だぞ。沖縄の海の魅力いっぱい撮影してくれたよね。シアターのみんなも海を楽しんでくれた。それにトップアイドルになるまでは地元に戻らないって決めてるんだ。だから今はこれで十分。それじゃあみんなと一緒に沖縄の海を散歩したいぞ。あと沖縄は料理もすっごく美味しいんだ。自分のおすすめのお店に行って、それからね。心配しなくても沖縄のことなら自分に任せてよ。時間ギリギリまで思いっきり遊ぶぞ。